地区内ロータリアンの皆様、明けましておめでとうございます。コロナ禍で迎えた2021年の年明けをどのような思いで迎えられたでしょうか。今年度はコロナ禍でスタートし、地区運営において、また各クラブのロータリー活動においても、様々な制約の中での半年間でございました。ロータリー115年の歴史の中でも、かつて経験したことのない、試練の時かもしれません。しかし、先達ロータリアンの皆様は、幾多の試練を、懸命の努力と英知を結集して克服してまいりました。ロータリアンの中には、コロナ感染拡大の影響により、大変厳しい状況に置かれている、職業の方も少なくありません。今年度のスタートの際、会員同士、思いやりの心を持って助け合いましょう、とのメッセージを発信させていただきました。今もその気持ちは変わっていません。11月の地区大会は、例年より簡素化した大会となりましたが、ガバナーとしての思いを込めた大会とすることができました。地区内すべてのクラブ、そして会員の皆様に心からの感謝とともにお礼を申し上げます。公式訪問は12月末までに58クラブを訪問させていただきました。コロナ禍での訪問となりましたが、訪問したすべてのクラブより、心温まる歓迎をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。これからの16クラブ、心新たに訪問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。2021年に入り、今年度の後半に入りますが、第8グループを皮切りに各グループの IM が始まります。 IM はガバナー補佐の主催する、大きなイベントでございます。コロナ感染拡大の影響を受け、当初の予定の変更を余儀なくされていますが、ガバナー補佐の皆さん、それぞれの思いのこもった歩みになることを期待いたします。各グループの会員の皆さんも参加し、大いに楽しみましょう。新型コロナ感染拡大の収束は先が見えません。いつまで頑張ればいいのか、またいつまで耐えればよいのか、全く分かりません。不安な思いで日々を過ごされているロータリアンも少なくないと思います。ワクチンの投与と何よりも治療薬の早期開発が待たれるところでございます。安心して生活できる日が、一日も早く戻ってくることを、そして地域社会への奉仕活動を含めた本来のロータリー活動が早期にできることを願わずにはいられません。私たちロータリアンは世界を変える行動人です。年度後半へ向けて、新たな機会のチャレンジで、多くの機会の扉を開きましょう。最後にホルガー・クナーク・アウライ会長のメッセージです。誰もがコロナ収束後は元の生活に戻りたいと願っているはずです。しかしロータリーは今こそ変革の時、そして革新的になる時です。この機会を最大限に生かし、ロータリーが未来に備えられるよう、皆さんと共に頑張りましょう。そして共に力を合わせ、ロータリーを成長へと導きましょう。ありがとうございました。国際ロータリー2770地区 YouTube チャンネル未来の扉、1月号はガバナーの新春のご挨拶からスタートさせていただきました。改めまして、皆様明けましておめでとうございます。今年が皆様にとりまして、健康で幸せな一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。さて、ロータリーの1月、職業奉仕月間です。月間にちなみまして、今回は職業奉仕部門
菊池部門委員長よりお話を伺います。それではお願いいたします。皆様明けましておめでとうございます。職業奉仕部門委員長の菊池でございます。年が明けて2021年を迎えました。今年は良い年になるように記念しておりますし、期待をしております。1月は職業奉仕月間でございますので、職業奉仕について一言お話をさせていただきます。職業奉仕はロータリーの根幹だ、あるいはロータリーの金看板と言われております。そして五大奉仕部門の第二部門として重要視されております。しかしながら、クラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、それと比べてですね、具体的な活動が見えず、会員の皆様方から職業奉仕は分かりにくいなというお声もいただいております。私たちロータリアンのほとんどは裁量権を持った職業人でございます。まず自分の会社を永続的に発展させなければなりません。それには基本となる高い倫理観や国益性を持たなければなりません。職業奉仕を実践すれば、おのずと身についてまいります。本当に私事ですが、最近運転中にですね、横断歩道を通過する車が非常に多いように思っております。私は横断歩道で歩行者がいればですね、必ず止まろうと最近決めました。また落ちているゴミも拾おうと最近意識するようになりました。これはロータリーの目的4つのテスト、ロータリーの行動規範をクラブで昇和し、そして理解することから始まったと思います。またロータリーには2つの標語がございますね。第一標語、生涯の奉仕です。そして第二標語、最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる。もちろんこれらの原文は英語であり、ロータリーの長い歴史の中から生まれたものです。一言で解釈すれば、生涯の奉仕、いわゆる奉仕の理想は、人に対し思いやりを持って人のために尽くすということでしょうか。いわゆる利他の心ですね。第二標語はシェルドンが提唱いたしました、最もよく奉仕するもの、最も多く報いられるですが、やはりこれは金銭以上の幸福感が得られると、そのように解釈すればよろしいんでしょうか。昨年に行われました職業奉仕の講演会では、ロータリーの職業奉仕と会社経営は一致するというテーマで行いました。講師はお隣の第2570地区の細井康夫ガバナーでございます。細井パストガバナーはご自身の会社経営や中国の講師の理想や会員士のリーダーシップについて詳しくお話をいただきました。そして日本における近江商人の経営哲学として三方よしもお話しいただきました。三方よしは売り手よし、買い手よし、世間よしですが、細井さんはそれに社員よし、取引先よしも加えられた五方よしを提唱されました。それを社是として掲げられているそうでございます。この社員とか取引先についてはもちろんそのご家族も含まれるということです。最後に職業奉仕、今一度まとめたいと思います。
職業奉仕を実践するには例会で会員同士の職業について学ぶ、自分に関わる人々すべてに対する公平公正な扱い、高潔さを重んじて仕事に取り組み模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す、若者たちのキャリア目標を支援する、そして最後に職業用のスキルを発揮できる奉仕プロジェクトを発案しクラブで実行しようと、そういうことでございます。これからも職業奉仕に対して皆様の支援をお願いし、ご理解も賜りたいと思います。職業奉仕を学び、ロータリーを楽しみましょう。